もう。お待たせしました。久々のツーリング動画だよ。今回は、どこに行ったの？知床八景の一つ、知床五湖に行ってきたよ。久々のツーリングだからね。もちろん、道のエキスタンプラリーもやってきたよ。出発はいつものスタンドから。今回は定番通りだね。今年の北海道、天気が悪く、この1ヶ月スカッと晴れませんでした。しかも気温も低く、とてもツーリングする気になれなかったのですが、ようやく晴れました。ちなみに今日の美幌町、最高気温は34度の模様。極端だね。もうすでに気温28度。なので、少しでも涼しいであろう知床に向かいます。国道334号、通称、知床国道で知床へ向かいます。なんだ、銃声が聞こえたね。そうか、ここは美幌駐屯地の射撃場。こんな朝から射撃訓練してるんだ。びっくりしたね。ここから知床まで、ほぼまっすぐ。向こうに見えるのが斜里岳です。オホーツク海側に出ました。右に見えるのが、おしんこしんの滝です。左に見えるのが、俗に言うガメラ岩です。本当に、カメラが横たわっているように見えるね。道の駅、ウトロシリエトクに到着。ここの道の駅は、土地柄、海鮮物のお土産が豊富です。スタンプ、オン。絵柄はやはりヒグマだね。さて、本日のメインイベント、知床五湖に向かいます。でも、その前に、左に見えるのが通称、ゴジラ岩です。なかなか、ゴジラっぽいね。とても自然の岩とは思えない。左に曲がると知床五湖、まっすぐは知床峠です。
本当はカムイワッカの滝まで行きたいところだけど、今はマイカー規定で行けないんだよね。まあ、砂利道だからこのバイクじゃ行けないんだけどね。知床五湖駐車場に到着。ちなみに駐車料金200円です。昔はタダだったのに。平日だけど、駐車場はいっぱいだね。フィールドハウスに入ってみます。ヒグマ出没中で遊歩道、閉鎖中。ヒグマが見れるかも。ちなみに、こちらは売店です。さて、木道から知床五湖を見に行きましょう。昔は、こんな木道なんかはなく、地上の遊歩道だけだったのですが、この辺は、ヒグマの生息地のど真ん中だったので、かなり危険だったのですが、この、木道ができたおかげで、安全に観光することができます。でも、この木道で行けるのは一個だけで、他の湖に行くには、地上の遊歩道で行くしかありません。でも、地上遊歩道は、自由に行くことはできず、フィールドセンターでお金を払ってツアーで行くしかありません。昔は自由だったのにね。その代わり、ヒグマと出くわすかもしれなかったけど、ちなみに、本日は、ヒグマ出現中とのことで、遊歩道は閉鎖中です。ヒグマに会えないかな？フラグ立てないでね。まるでドラゴンボールの蛇の道みたいだね。実は、30度超えで、超暑いです。ライディングジャケット、脱いでくればよかった。一湖に到着。この木道は行き止まりなので来た道を戻ります。おお、なんか人だかりが。小熊。おお、遠くにヒグマが。超遠い。初めて野生のヒグマと出会いました。なんと、こちらには野生のエゾシカが。なんてラッキーなことでしょう。そして木道を後にしました。
いて、知床峠を経由して、道の駅、知床、羅臼に向かいます。知床峠まで、あと少し。羅臼岳が前方に広がります。知床峠到着。がしかし、羅臼側は霧です。あっという間に、道の駅知床、羅臼に到着。この道の駅は、魚介のレストランが充実しています。高いけどね。スタンプオン。本日のノルマ達成、あとは帰るだけです。霧が深い。しかも温度が低い。多分、20度ぐらいかな。さっきまで30度は軽く超えていたので、一気に10度以上も下がったね。寒いぜ。ようやく霧も晴れて、温度も上がってきました。金北峠を通って帰ります。おっと、暑さのせいか、エンストしたぜ。右のドラム缶が越川温泉の入り口。左に見えるのが、越川橋梁です。非常に空いている国道。ついつい、スピードが出がちです。またフラグ立てて。あっと、わずかに赤色灯が見える。ちょー、危ない。ネズミ捕りでした。まあ、対向車側を狙っているみたいだけど。茂みに隠れてるなんて、なしだよね。前方から、超大型農耕車接近。映像では大きさがわかりづらいですが、かなりの大型です。北海道あるあるだね。もう一台接近。久々の中距離ツーリングでした。それではまたお会いしましょう。したっけねー。したっけねー。